おかりばんどけパンティパンパン、ジェル作り4日目です。今日は何をするかというと、前回の続き、この切り出した窓のフレームを、もうはめてしまう前にですね、一回塗っちゃわないと、これもう露出する部分なので、ついに外に見える部分をやっていくということで、切り出したフレームを組み立てて塗装して、その途中で、前回割れちゃったフレーム、ドリルバーを買ってきたので、長いやつ下穴開けてやろうと思いますっていうのと、ここにねプレハブが立ってるんですけど、ここをちょっとお片付けっていうのが今日の作業になります。とりあえず今日はこれだけ塗ればいいからっていうのをちっちゃいの買ってきちゃったんですが、これですね、朝日ペンの水性建物用塗料ですね。高性能加強型シリコンアクリル樹脂塗料、つや消し黒、酸性雨、排気ガス、塩害、紫外線に強いっていうんで、もう何でも強い。まずじゃあ片付けだな。僕らのあれでごちゃごちゃってしちゃってるんで。はい。なんとなくこの辺だけ片付けたので、ここで今、フレームを組んでから塗装したいと思います。はい、組もう。全然作業中喋ってなかったので、早送り中はこういう形で説明させていただきます。今これは 1x3 材で、後ろ側の窓台にぴったりはまるフレームを作っています。ドリルで下穴を開けてからスリムスレッドを打ち込んでいるんですが、作業台にクランプで固定しながら作業しております。しかし僕はこの当て木っていうのをしなかったので、そのクランプの跡が材に思いっきしついてしまいました。ドンマイバンディ、その後も味ってことで。でけた、苦しい。まあでも入るわ、ちょっと苦しいけどな、入るわ。でもう一個作ってきます。全然喋ってねえし。今度は前の窓フレーム作りです。並行して上野城には小屋の片付けをしてもらってます。まあかなり散らかっていたので、彼はこの日ムキムキになったんじゃないでしょうか。こうやって早送りで見るとテキパキやってるように見えるんですが、どうも思い通りにいかないことのが多くて進みが悪いです。1日作業したら1本動画を作っているんですが、いまいちゴールが見えにくい感じが続いちゃってますね。まあコツコツやっていきますので、どうかお付き合いいただけたら嬉しいです。てか最後の最後で当て木に気づいても、時すでに遅し。よし、組めたぜ。ちょっと一回これ切る前に挟んでみませんか。あ、ぴったりか。ちょっとでかいかもしれない。なんか歪んでるのかな。あ、ここちゃんと切れてない。切れてない。ほら、切れてない。ここリカットで消してる。じゃあ、次打ちか。まあ、そっちのアスリートをはめてみるか。こっちはいいか。ああ、完璧。ああ完璧。はい、ここでもう黙りこくって作業してましたので、第2のバンディ登場です。アクリルを挟んで固定するための木材をボンドと釘で固定しています。片方だけ固定した状態で塗装して、乾燥後アクリルをはめ、もう片方で挟み込み固定します。ああすればよかった、本当はこうしたかった、みたいなことが細かいことで起きてます。基本的には僕の技術不足や勉強不足、準備不足なんかがそれを引き起こすんですが、手に入る材料や予算なんかもそれを引き起こします。ここではアルミアングルを組み込みたかったんですが、難しいかなと思っております。さあそろそろ前も後ろも固定が完了です。じゃあ塗装ですね。艶消し黒ですね。全体的に艶消し黒にする予定なので、ちょっと
っとだけ水で吸います。ちょび、あー、いくよ。木材のハケ塗り初挑戦のバンディです。なぜシェルのベースカラーを艶消し黒にしようと思ったかなんですが、ムラやアラが目立ちにくそうなのと、車本体のカラーがオフホワイトなので強めの油彩色、例えば赤とか青とかにしてしまうと全体のイメージがそのカラーに侵されてしまって、なんかこうシェルと車の一体感っていうのがなくなっちゃうんじゃないかなと思ったからです。車本体を塗るという選択もあったんですけれども、それこそ艶消し黒にしとけば何色にしてもマッチしやすいかなと思いました。黒にすることによって夏場大変なことにならないことを祈っています。おっしゃ塗った、おっしゃ、これ上と裏面ちょっと乾いてから塗る。ちょっと天井のフレームを前回切り出したはずが、計算ミスってたし、これはまたこれでもうボロボロになっちゃった、割れちゃったんで交換します。そしてでねー、買ってきましたドリル刃、これで下のしっかり開けて終わらそう。まず長すぎた材をカットします。ていうかこの室内で作業できることがすごい喜ばしい。作業台が塗装で使われちゃってるからないけど、あればもっとはかどるはずって思いました。さあこの長くて深い穴を開けるのにとても慎重に気を使ってやらなきゃいけなかったので大変でした。これで割れないのか、割れてない、映ってない、多分下穴作戦成功だ、割れてない。これだと間柱入れれば屋根フレーム完成。割愛、割愛して塗る。今塗る工程に行く。よし最後、今日こっち側も塗っちゃってから帰りたい。こういう風にして乾燥させておきます。丸1日必要ってことで、次また数日来ないので、これだったら最初にやっとけよ。もう一度言いますが、初めからこうしとけばよかった気がします。今回は少し取れ高に心配のある内容となってしまいましたが、今回はこうやって早送り中にたくさん話すことができたのでよかったかなと思っています。いかがだったでしょうか。今後も牛歩かもしれませんが、僕なりに精一杯作ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。日没が近づいてまいりました。そろそろ終わりたいと思います。はい、というわけで今日はとりあえずフレーム途中まで組んで、塗りました。はい、塗りました。まだ塗ってるみたいな感じですが、僕的にはもう塗りました。そして、2x4 の長い辺へのドリルした穴長ビス打ちを、割れることなくリベンジ成功です。本当はこの間柱もその同様にやんなきゃいけないんですが、ちょっと時間が足りなかった。いつも時間がちょっとだけ足りない。どん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 後ろ倒しになってっちゃって、本当はあと僕的には7日間とかでできるはずなの予定なんですけど、その外装内装以外、はい、これはもうね、この調子だとね、その倍かかりそうですね。そうですね。今日もうやりたかった分うちの半分ぐらいしかできてないから。そうですね、うん、塗って、うん、でその組むのも途中ですからね。はい、まあ焦りは禁物ということで。そうだ、急がば回れおうということでですね、まあ試行錯誤しながら失敗しながら直しながらやってるので、なかなか思うようにはいかない。僕も初めてのね DIY に近いものなので、今日釘打つとか何年ぶりだよと思いましたもん。実際やったことあったっけレベルですよ、釘打ちなんて。まあ小学校の本格的にやったかな。そうだね、やったかなぐらいで、いやー僕もね、でもね今まで見たことなかったかもしれないですけど、だいぶ片付いてこの中でも作業できるようにしたので、まあ今日は用意としましょう。4日目はこんな感じということで、片付けて帰りたいと思います。それでは皆さん、あ、なんか、あ、
あーなんか、あーあー、いってらっしゃい。片付けなきゃ。